メチルイソブチルケトンはケトンに分類される有機溶媒の一種。指定式は CH3CCH2CH2IUPAC 命名法では4メチルマイナス2ペンタノンと表される。イソプロピルアセトンとも呼ばれる。特有の甘い匂いのする無色の液体で、沸点摂氏116.2度、有点摂氏84度、インカ点摂氏17度。 発火点摂取457度。アセトンなどの他のケトン類とは異なり、水には溶けにくい。消防法による危険物に指定されている。日本の悪臭防止法では特定悪臭物質に指定されている。国際癌研究機関の発癌性評価では、グループ2倍との発癌性の可能性がある物質に分類されており、労働安全衛生法により、 第二類物質特別有機溶剤等に指定されている。ニトロセルロースなどの溶媒として、あるいは塗料、接着剤の成分として広く用いられる。また、ニオブとタンタルを鉱物から分離する際にも用いられる。メチルイソブチルケトンはアセトンより3段階の過程で製造される。まず二分子のアセトンをアルドール反応させて、ジアセトンアルコールとすると容易に脱水されて、 メシチルオキシドに変わる。メシチルオキシドを水素化すると、メチルイソブチルケトンが得られる。ありがとうございます。